セッション 22TBS ラジオキーステーションに、小木一と、南部広美が生放送でお送りしています。ここからはメインセッション。今夜のテーマはこちらです。明日は世界水の日。世界的な水不足から水道料金の値上げまで、今私たちが直面している課題とは明日3月22日は世界水の日。世界水の日は水資源の 開発保全について考える日として、1992年の国連総会で決議され、世界各国で国際的な課題について普及・啓発するための会議やセミナーが予定されています。国連の報告書によりますと、2030年には世界の水不足が深刻化、現在のペースで水の消費が続けば、 この15年間で世界で必要な淡水が40%不足する見込みですまた水の需要は人口増加率の2倍のペースで拡大する傾向があるということです今年1月世界経済フォーラム通称ダボス会議で行われた意識調査では今後人類が直面するリスクで影響が大きいものとして水不足も上位に挙げられています 一方、水資源が豊かとされる日本においても水道料金の値上げが各自治体で相次ぐなど水をめぐってはグローバルな問題から身近な懸念までさまざまな課題が指摘されています。 というわけでですね、えー、この水について、いろいろ真正面から語る機会って少ないような気がするんですけね。そうですね、えー、もうでもですね、今日リスナーの方から水に関してそのテーマでね、メール募集したところ、本当にいろんな角度からのね、あの、心配や疑問点が来ています。はい、例えば水道料金に関する懸念から、これからね、その、まあ、日本のその水のクオリティをどれだけ維持していくことができるのかとか、いうね、その疑問から、あの、これから水道料金はどうなっていくんですかという疑問から、うん、本当にまあ、いろいろな、あの、お便りいただいてますので、今日は水についていろんな、はい、 そんなかことかで考えていきたいと思います。はい、では今夜のゲストをご紹介しましょう。セッション初登場になります。えー、水ジャーナリストの橋本淳二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、では橋本さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。えー、橋本淳二さんは1967年群馬県立林市のご出身です。学習院大学卒業後、出版社勤務を経てジャーナリストに。 水の課題を抱える現場を調査し情報発信なさってますまた国や自治体への水政策の提言や子ども一般市民を対象にした水の授業などもされてます、えー、著書に文献出版から100年後の水を守る水ジャーナリストの20年や成分堂振興者から一番わかる企業の水リスクなどがあります水に関する取材を始めてどれぐらいになりますか もう20年以上になりますかね。はあ、きっかけというのはあったんですか最初はですね、その取材の前に、大学生の時に、浄水場巡りっていうのを、個人的な趣味でやってたんですね。うん、お趣味で。はい。はいはい、東京に来て、まあ、群馬県から来たんですけれども、うん、あの、水の味が随分と違うなっていうことに驚きまして。うん、それは、あの、東京のお水はその時は、その時はまずい時代でしたね。美味しくなかったっいはい。はい、その時に、あ、じゃあ浄水場が違うから、こう、水の味で違うんじゃないかと思って、うんうんうん ま、情勢、情報、いろんなところを見に行くということをしてました。はい、で、その後はやっぱり、あのー、ま、美味しんぼの世界ですね。美味 <laughs> しんぼの世界。<laughs> え、はいあのー、美味しい水はどこにあるんだろうということで、えっ、ー、と、湧き水を探訪していたり、はいはい、それからフランスのミネラルウォーター、はい、こういったところをこう取材に行ったりということを始めてまして、うんうん、で、転機となったのは、バングラデシュに、はい、えっと、取材に行ったときに、うん、なんか赤い、 くぬられた井戸があったんですね。で、そこに、はいはい、井戸の周りに子供たちやお母さんたちが集まっていて、で、まあ、普通に水を使っていたんですけれども、なんかまあ、最初見たときには、世界中どこ行っても、水場っていうのは、こう、活気があって、うん、あ、ここでもいい感じの雰囲気だなと思って見てたんですけれども、<ー>近づいてみると、井戸が赤かったと。うんうん、で、なんかちょっとこれは危険なんじゃないかなと思って、その現地の人に聞いてみたら、はい この水は実はヒ素を含んでいると。ヒ素はい。で、ヒ素もちろん有害ですよね。えー、そで,、ねえー、でその水を、こう、まあ、仕方なく使っているんだと。うん、まあ、要するに水源が遠かったり、そのまあ、水源が汚染されていたりということで、うん、仕方なくこう、井戸を使っていると。えー、まあ、こういったことを知って、あ、水問題っていうのを初めて認識して、それから、 取材をするようになりました、うん、安全な水を使えるという人が必ずしも全てではなくて、えーはい、世界の中には危険な水しか使えないという方も多いということを知ったわけですね。そこからどんな取材を始められたんですかえと、まあ、水の不足しているところとか、えー、と水の汚染されている地域、そう、はい、いったところにこう行くようになるんですけれども、まあ、実際ですね、この不足不足と言ってますけれども、まあ、地球上の淡水っていうのは、仮に 地球の水をお風呂一杯分だとすると、はい、スプーン一杯分しかないと。あそうなんですか。それ、少ないんですでまあ、ほとんど海水だったり、はい、凍っていたりということなんですね。はいはい、それで、あの、淡、まあ、水はすごく少ないんですけれども、まあ、少ないというだけじゃなくて、実は偏在していると。あるところにはたくさんあるよと。はいはい、まあ、日本はあったりする地域ですね。カナダもそうです。で、逆に水が不足していて、 まあその水源までのアクセスできない人たちっていうのが今ですね世界中に6.5億人いると、はい、で毎日こう水を汲みに行ったりですね、うん、まあよくアフリカの映像とかを見ると水汲みをしている映像とかありますよね、はい、でやっぱり1時間から2時間かけて水を汲みに行くという地域があったり、うん、あとはまあ明日世界水の日であの世界的な NGO のウォーターエイドというところはですね このデータを発表するんですけれども、はい、そこによると、やっぱりこの水に使うお金、これが非常にこう、ばらつきがあるというか、はいはい、まああの、例えばですね、水を得るために使っているお金の1日の収入占める割合っていうのがデータ出てるんですけど、<ー>例えばですね、マダガスカル、ここでですね、45%、 すでに1日の収入の45%を水に使っていると、要するにこれはです、ね、この安全な水にアクセスできないとか、水道インフラがまあ整備されてないというのはもちろんなんですけれども、えー、この高い水をです、ね、こう買わざるを得ないというか、この、えー、と水をです、ね、あの給水車が運んできて、それかまあ有料なんですね、そういったものがこう非常に高い比率であるとか。 っていう地域があって、うん、そうなってくると、こう、水問題から発生して、いろんなところにこう行ってしまうわけですね。負の連鎖が始まるというか、はいうん、まあ、水を汲みに行くとなると、例えば学校行けないということで、はい、自動労働の問題。そうですね。うん、そういうふうに行ったり、あとは食料の、新鮮な食料が生産できないという,う,、ね、いうようなことがあったり、で、まあ、人権というか、うん、いろんな権利がこう、 どん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 小さくなっていくというようなことがですね、単に水だけではなくて、そこから始まってくること。 とといいいうことが多いっていうことにこが多に気づくようになりましたく児童労働の問題でも、えー、これまたその男女の問題というのが生まれて、そ、はいえー、こ,こにその女性が教育を受ける必要なんてないから、早く水を汲みに行く担い手になるんだという仕方で、より男女の格差がまあ拡大したりとか、さ、ねえー、まざまな問題の生み手になっているのが、この水不足ということになるです以前、この放送の中で、荻生さんが、トイレを。 快適に使う権利もあっていいんじゃないかということを言われていたのをたまたま聞いたことがあって、はいうんあ。そうですか。はい。そうですね。トイレもね、その安全に使えない地域多いですからね。そうなんですね。うん、その、実はトイレがないことが、この水源を汚してしまうことにつながっていたり、うんえー、あるいはトイレがないために女の子が学校に行かないとか、うんうん、あるいは、こう、茂みの中でしようとして、例えばレープというような危険な目にあったりというですね、うん、これもまた、 トイレがないということが、水の汚染とか、はい、そのジェンダーの問題だったり、うん、そういったことにこうつながっていくっていう、ですねこの水と衛星が確保できないための負の連鎖っていうのは、うん、こうすごく世界で見てきましたそうですよね、医療、はい、インフラという点などでも、やっぱり共通点多いですからね。えーはい、では、えー、今夜は私たちが直面する水問題に関する課題です。うん、まずこちらからかです世界的な水不足とは いくつかのね、論点に分けて、今日はちょっとお送りしていきたいと思いますけれども、はいはい、もう先ほどから、あの、橋本さんにお話いただいている、この水不足なんですけれども、水不足、あの、先ほどいろんな場所によって、ずいぶんと違うんだという話、出てきましたね。はい、それは、あの、まあ、例えば貧困であるとか、はい、経済格差であるとか、そうしたものの表れなのか、うん、それと水不足がそうした格差をむしろ生んでいるのか、そのあたりはどういうものなんでしょうか。それはこう、卵が先か、鶏が先かというような、すごく難しい。 ところがありまして、えー、で当然、貧困地域というのは、もし水がない地域ってところでも、ですね、うん、シンガポール、ここ水があまりないんですね、で,、はい、でマレーシアから買っているというような状況なんですけども、シンガポール、非常に豊かなので、はいこう、海水を真水に変えるというようなソリューションを使って、水を得ることができると。うん、そうすると、まあ、お金が一定程度あれば いいろんなやり方ででで水を得るるととうことができるわけですね。はい、で一方で途上国の貧困地域というのはそういった手段が使えないということで、うん、一向にこう水不足が解消されないと、はい、で遠くまで水を汲みに行くとかで、まあ、困窮している中そういう状況なのにこう水を買うとなるとさっきのようなです、ねそのえー、と収入に占める 水の料金の割合というものが非常に高い数値になっていってしまうというようなところがあって、この水と貧困というのはもう切っても切り離せない問題です、ねうん、そうした NPO は、なんかこう水の割合とか、用語で説明してたりするんですか、はい、食料の場合だと、エンゲル係数とか、ね、そうですね、うんあの、いや、その辺について特定の用語があるわけではないんですけれども、えー、まあこれ、ウォーター係数って言ったらいいのかどうか分かりませんけれども、うん、その食料だったらば、エンゲル係数っていうのがあるけど、同時に、こういったですね、 これだけこう収入に対する水料金の割合が上がっていってしまうと非常にもうやれることというのは限られてしまってもう水を得るためにこう生きていくというようなですね毎日になってしまうんじゃないかなと思いますねそうしたその水不足世界的に水不足ということになるんですけど、はい、先ほどあの水が偏在していて地域の格差があるという話がありました、ええはい、一方で水全体が不足しているということもこれあるわけですか。そうですねあの これからですね、どん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 水は不足していくだろうと言われています。それはどういうことかというと、一つには気候変動の影響。はい、であの水って循環してるってよく言われますけれども、はい、こう水の多い地域っていうのはあの、温まってくるとその水がどんどん蒸発していって、雲を作りやすくなるんですね。そうすると降る雨の量もその地域は増えてくると。うんうん、一方で少ない地域っていうのは温められると、 蒸発だけはするんですけれども、雲を作るだけの水がなくて、そのまま蒸発したままになってしまうと。うそうすると、少ないところはまたどん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 少なくいってなってしまうし、はい、多いところというのはどんどん多くなってしまうと。うんうん、こういった温暖化の問題が一つですね。はい、もう一つは、これから人口増、それに伴う食料生産や工業生産の増加。この食べ物や工業製品っていうものと、 水はももうう切切っても切り離せないということですね、えー、よくバーチャルウォーターなんていう言葉がありますけれども例えば牛肉 300g 作るのに6000リットルの水が必要になると、はい、それは牛が食べているトウモロコシの分も試算するとそういうふうになるよという言われ方をするんですけれども私たちがこう目の周りにしているものもあらゆるものが生産の工程で水を使っているのでそうするとこういった工業や この農業が活発になってくればなるほど水っていうものはどんどん使うようになっていくとこれが2040年くらいに水不足に達するということですかね。なるほど 温暖化と人口増。はい。うん。これは、あの、例えば水不足。水の数っていうものは、まあ、あの、有限というか。そうですね。えー、同じですよね。うん。そうした中で、こうした課題がある。この課題に対して、例えば国連の報告書などでは、はい。どう取り組まなければいけないというふうに述べられているんですか全体的に、こう、節水をしていく。はい。一番多いのは、やっぱり農業が課題として多いですからね。農業。その、農業生産に大体、淡水資源の70%を使っているので、うん、この、 ボリュームを下げていくということが一つですねはい、はい、それからあとは別の代替手段を使って 水を確保していくと、例えば雨水の利用をするとかですね、うはい、そういったことをこう積極的に行っていくんだということが述べられてますね先ほど、ソリューションという話で、はい、海水を淡水に変えるという話したんですけれども、こういった技術があるのであれば、期待したくもなるんですが、このあたりはどうなんですか、はいえー、とこここれれはももうう今積極的ににに行わてています、はい、で日本のの企業もこの技術に対して非常にこう 高いものを持ってまして、そういったものを輸出したいという企業も多いんですね。一つ、これ欠点があって、それはエネルギー量をたくさん使ってしまうということなんですよね。電気とか。はい。はい、で、エネルギーをたくさん使ってしまうので、うん、まあこのエネルギーと水というのも非常にこう密接な関係があって、うん、こうエネルギーを作るために水を使う。で、水をきれいにするためにエネルギーを使うとなると、はいはい、これがこう、くるくる回りながら、 両方ともどんどん使用量が上がっていってしまうという状況なんですね、うんえー、で高くなった海水淡水化の水というのは、結局、水不足の人たちの喉を潤すことには使えないんですね。と<ー>いうのはやっぱりコストが高すぎて、はいはい、水道料金にそれをそのまま乗せると高い水になってしまう、うん、そうするとどうしても経済活動を優先して使われるというのが現状で、はい、そうすると。 なかなかこう、海水淡水化があるからといって、すべての水不足の問題が解決できるというわけではない。っていう,、うん、いうですね。海水の淡水化がそもそも必要な地域というのは、貧困ですよね。はい、おそらく経済的な事情からすると、水がないという、うん、ことですね。そうですねで。そういった地域に、じゃあそういった機械を導入しようということになると、これは悪循環といいますか、はい、どちらも難しいということになってしまいます、ね、そうですね。うん、やっぱりもう、そういった地域には、非常にこうて、現地で、あの、 使えるというか、現地でこう賄えて、現地の部材で調達できて、現地の人が管理できるような、そういった安い技術ですね。そういったものが第一に必要とされていて、海の水を真水に変えるというのは、 非常にこう、経済的に豊かな地域のソリューションということに限定されると思います、ね、なるほど。他に何かその解決策として、はい、例えば、ろ過する技術であるとか、うん、あるいはその井戸、水などをこう、しっかりと、その他の地域からまくみ取るであるとか、そうした活動というのは行われてはいないんですかはい。あの、井戸を掘るっている場面とかって、よく映像とかでご覧になるかもしれませんね。はい。で、井戸を、井戸を掘るというのは非常にいいソリューションだと思います。ただ、そこで持続的にやっていくためには、 井戸をどう管理していくかとか、うん、その技術を地元の人たちにどう伝えていくかというような、ま、教育的な、こう、関わり方っていうかですね、うんうん、そういったものも必要になってきたり、うん、あとは、雨水をいかに貯めて使うかとかですね、うん、ろ過方法にしても、こう、高い、えっ、ー、と、経済的にすごくこう、コストの高い技術ではなくて、うん、微生物を使うような、 自然非常に自然に近いろ過方法、はい、こういったものがこう途上国では求められているというのが現状ですねよくその井戸を掘ってあげるのが、まあ、あの善意ではなくて、井戸の掘り方を教えるのが善意なんだみたいなフレーズが国際貢献の現場とかで口にされたりするわけですけれども、井戸の掘り方を伝えるというふうになったときに、はいそ、その場面にもやはり困難というのはあるんでしょうかやっぱりですね現地の人がこう使えるような、 例えば、もう、ごくごく簡単な話ですけれども、日本からすべての部品を持っていってしまって、井戸を掘って、で、道具も置かずに帰ってきてしまうというようなことがあったらば、うん、そこで一つの部品が壊れてしまっただけでも、そこではもう直すことができないですね。はい、で、そもそも地元の人に、これは自分たちで直していくんだよ、ということを伝えていなかったらば、壊れた時点で、この井戸はもうダメだということで、 使われなくなってしまうと、うん、これ、よくあるケースなんですね、はいはい、それから非常にこうスペックの高い技術を作って、それで自分たちはこういいことをしたというつもりで帰ってきてしまうと、うん、とてもとても現地の人にはこう理解できないようなその技術であって、それをまあきちんと教えてくればよかったんですけども、えー、そういうことを怠ったために、それもまた使われずに残っているというようなケースもあります。そうですね ま例えばその地域にしっかりと行政であったり自治が存在するということでないと管理していくという主体がまあ存在しないということになってしまうでしょうしそもそもその作る技術をさまざまな対立者を乗り越えていかないとその技術とかあるいは井戸を巡って争い事がむしろ生じてしまうということもありそそううでですすよね、はい、そうですね、うん、その日本ですともう管理された状態であるのでこう水を共同で管理するというのは当たり前のように。 考えているかもしれませんけれども、そういった文化自体がないところもあります。この自分たちでは、水は自分たちでこう、個人が、こう、すべてをこう、なんていうんですかね、賄って水を得るんだというところもありますし、えー、なかなか管理組合が育っていかない。そういうところというのは、例えば病院とかですね、その村、病院とかが中心になって水管理組合を作るというこう、手伝いをしていったりとか、あとは、 こう集落の中で非常にこう力を持っている人たちに管理の重要性みたいなことを伝えてそれでえと管理という文化を育てていくというようなこともあります、うんうん、なるほどそうした中で日本はどうなんだとラ、はい、ジオネーム万作月田さんから、はい、私の住む香川県は降水量が少なく、うん、その対策のためにため池が県内に多数点在しています。そのののため香川県内の小学校では水の大切さ 節水の必要性などをしっかりと教えられます。地域にもよると思うんですが、日本において、水というのは限りある資源なのですか。それとも豊富にあるものと捉えてよいのでしょうかと質問来てますけど。はい、はい。さっき、気候変動の影響はこれから大きくなってくると思うという話をしました。はい。はい、で、日本でも、これは全く同じでして。うん。もともと日本の降水量っていうのは千七百ミリあるんですね。はい。年間。そうすると。まあ。えっ、ー、と。 雨がもし蒸発もしないで流れてもいかないということをこ前提にしますと、一年間通して大人のせっかぐらいの水が溜まるということになります。はい、ですけども、これを人口で割ってみると、人口が多い地域というのはそれを分配するということになりますから、こう、世界的に見ると、日本の一人当たりの使える水の量というのは、大体世界平均の半分ぐらい。そうなんです少ないんですね。うんうん、それで、それで、あのー、 温暖化の影響で受けてますんで、あの、水不足がですね、今後頻発する可能性がある。日本でですかはい。そうすると、どういうことが起きるかというと、あの、降水量は変わらないんだけども、なぜ水不足が起きるかというと、雪の降ってる時期が変わってくるということですね。うん、あの、今年も実は雪があまり降ってません。はい,はい。で、えっと、北陸などでは1月ぐらいまで雪が降らなくて、うん、で、あの、 2月になってドカンと降ってるような状況なんですけれども、はい、雪の降り出しが遅くて、えっ、ー、と、雪の降り終わりもお早いと。えっ、ー、と、普段だったら11月ぐらいから降り出して、3月ぐらいまで降ってるというのが、12月から2月ぐらいというふうに、うん、少しこう短い時間に降るようになってるんですね。うんはい、そうすると、雪っていうのは非常に実は夏場の水に関係していて、あれはゆっくり溶けてくれるんですね。うん、雨っていうのはあのは 降ったら降ったでそのまま流れていってしまいますから、溜めおくことが難しいんですね。雪の状態で降って山の上でこう氷として固まっていると、あの、それがゆっくり溶けますから、それを、えっと、田植えの4月ぐらいに溶けた雪溶け水を使って、こう、田んぼを水を入れるとか、夏場に、ちょうど渇水の時期に、こう、それが、渇水にならないようにそれが雪の、 水が地下からこう出てきて、補ってくれたりと、いうようなこともあるんですけれども、うん、雪の降り方が変わってしまうと、早く溶けてしまうということになるので、はい、夏場に渇水しやすくなると。足りなくなると。はい、うんえ。おそらく今年の夏、関東地方渇水になるんじゃないかと、私は考えていて、うんうん、っていうのは現時点で、 この関東の水がめである群馬県北部、はい、雪の量が例年より少ないんですね、うんそういうとこというのは、雪が早く溶けてしまいますから、はい、夏場にダムの水がどんどん少なくなっていくということですね、はい、うんそれで仕方でって当然ながら日本にも影響が出てくるし、はい、これまた日本国内でも地域によって、その影響の差というのも出てきやすくなると、そうですね、降れば降ったで豪雨、降らないときは降らないというような。この 振り幅も激ししくくなってくるって時代を迎えましたねうん、うんはい、水害という形では、ね、その非常に話題になりやすいですけれども、はい、これから不足であるとかその質も問われてくるということですよね、はいうん、では続いての話題行ってみましょうか、はいえー、水不足の懸念によって直面するこんな課題について伺います企業の水リスクとは企業の水リスクとはなかなか聞かない言葉ではあると思うんですけれどもこれはどういう考え方なんでしょうか、はい、これはですね生産 活動には水が欠か,かせないという話を最初にしたんですけれども、はいあの、企業が水に関する、水に関わっている場面というのは、いろんなプロセスがありまして、うん、もちろん自社工場というのはありますね、はい、そこでの節水とか、もう一回水を使う、水のリサイクルですとか、そういったことっていうのは、非常に日本企業、熱心にやっていて、どんどんどんその量というのは減ってきているんですね。うんうん、ところが、原材料を生産する場面に使っている水。 それからお客様、製品をお客さんが使っている時に使っている水、これについては意識されてないことが多いです。ほうほうそうするとどういうことが起きるかというと、うん、例えば、えっ、ー、と、飲料水メーカーなどは、あの、フロリダのオレンジ果汁を輸入して、オレンジジュースを作っているわけですよね。うん、そうすると、そういう時に、フロリダってもうずっとこのところ干ばつが起きていて、うん オレンジが不作であったり、オレンジの値段がどんどんどん,どん上がっていったりしています。はい、そうするとそれが安定的に入ってこないわけですね。うん、で、実際にオレンジの値段が上がってしまった時に、このオレンジジュースの値段が上がったり、あとは同じパッケージだけれども、オレンジの量を、えっ、ー、と、ジュースの量を減らしたりして出荷するというようなことが出てるんですね。はいうん、これがひどくなってくると、この安定的に生産ができなくなってしまう。 オレンジジュースが。はい。うん、ということになりますよね。うんうん、こういったことが、こう、創業における水リスクとして考えられているということですね。はいはい、うん、なるほど。つまり、まあ、例えば農作物とか、さまざまな、その、えっと、その企業のビジネスに関わるようなものが、水の不足によって不安定になってしまうということになるわけですね。はいうん それは今は例えば、飲料という分かりやすいもので説明していただきましたけれども、はい、そうではない、例えば肉であるとか、はい、あるいは第一産業でない部分,の部分でも、そうしたものの影響というのは出てくるわけそうですね、うんえー、例えばまあファミリーレストラン、はい、でもうお肉出てきますよね、はいで、ステーキを出してくる、うん、でそのステーキの飼料はどこから来てるかというと、ほぼアメリカから輸入されてるわけですね、はい、で日本国内、まあ、和牛と言われているものでも、その、 飼料は海外からっていうものがほとんどなんですね、うん。そうすると海外の,その水を使って育てられたトウモロコシであったり麦であったり、そういったものをこう使って、えっと、育っているということになりますから、えー、そうするとそういったものが安定的に入ってこなくなると、その価格という部分で、えっと、ダメージを受けたり、うん、あとは、この製品が提供できなくなってしまうというようなケースも。 なるほど。一位産業以外に、例えば工業の部門では、はい、この水のリスクというのはどうでしょうかえあの、実際に工場ですね、工場の中で水をもう使わないでくれと言われるようなケースが、海外ではあります。はい、で、去年の、えっ、ー、と、9月くらいに、まあ、積水化学という会社がですね、えー、中国に、チンタオで、うん、えっと、拠点を持ってるんですけども、そのチンタオ市からですね、あの、水の使用を、 1か月間止めてくれということを急に通達されてるんですね、それはやっぱり中国が全国的に水不足であるということと、その背景にはやっぱり水不足なので、国内企業に優先して、貸をした水を使わせたいと、外国の企業にはちょっと待ってくれというような通達をしてきたわけですね、これ、1か月間水を止められるということは、 もう企業にとって非常にインパクトが強いんですね。その拠点が1ヶ月止まってしまうということになりますから。うん、もうそれを外資だけっていうのはなかなか問題になる待遇にもちょっとありま、ね、そうですね。えーうん、それであの、まあ、そこで水を使っている企業がこう全員で抗議した結果、はい、それがまあ行われないということにはなったんですけども、今後ですね、さらに水不足というものがこう深刻になってくると、あの やはり国内企業を優先して使わせるであるとか、うん、その産業の中でも自国にとってメリットのある産業に優先的に水を使うとか、はい、そういったことがですね、起きてくる可能性があると。うんうん、これも非常に大きな水リスクで、うんうん、で、今まであの日本企業はあの、どこに工場を進出するかということを考えるときにですね、まあ、やっぱり消費者に近い、それからあとは人件費が安い、はい、こういった視点で、 拠点を決めることが非常に多かったんですけれども、えー、こういった例を見てくると、今後、水リスク、その地域にです、ね、水リスクがあるかないかということを見ないまま進出するのは非常に危険になるだろうとうん。北非常に重要な判断材料になってくるだろうということですよね。これは日本国内における日本国内での例えば水リスクというのも出てきそうですかはいあの 日本国内で考えると、やはり洪水が起きやすいかどうかというところが大きいと思いますね。はい、これは海外でも同じなんですけれども、えっ、ー、と、2011年にタイで洪水が起きたときに、非常に日本の企業が、はいはい、あの、そのために、こう、サプライチェーンがストップしてしまって、創業ができなくなるといったことがありました。ありましたね。この洪水のリスクというのは、いろんなところが抱えているんですね。うん、で、国内でももちろんそうです。そういったことがありますし、 であとはやっぱり今後、まあ、長期的に考えていくと、例えば海面が上昇するであるとか、はい、その豪雨被害によって、あの日本のです、ねえー、と川でないところでも、実は元川があったところというのは水がなかなか引きにくいという現象があります。うんうん、で去年、鬼怒川の災害があったときに、はいえー、なかなか水の引かないところがあったんですね。うんうん、あれは急稼働といって 旧、まあ、古いっていう旧に、稼働って言って川の道って書くんですけども、はい、昔川が流れていたところっていうのは、今でも地下水がそこを下を流れているというところが多いんですね。うんうん、そういうところは、豪雨になった時に、その、水が引きにくいと。長く洪水の影響を受けてしまう。で、そういったことを知らずに、そういうところに工場が結構建ってるんですよ。うん、で当然 見た目にはそこはもう川ではありませんし、はい、まあ川は近くにあるけれども堤防できちんと守られているので、まあ、ここが水を引かないなんていうことは思いもよらないわけですね。うんうん、ところが実際に古地図などを見てみると、昔はそこ川が流れていた。そういうところというのは、雨の影響を受けて、その工場が浸水するというようなケースも考えられるわけですね。はいはい、こういったことも一つの水リスクだと。 考えられますね。なるほど。こうした水リスクについて、まあ、さまざまな地域でも、これから考えなきゃいけないところが増えてくるだろうというふうなるわけですね。はい、すねはい。で、この後はですね、身近な水道料金の値上げについて、伺いたいと思います。一旦、お知らせです。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしている小木上チキセッション2 w e n 今夜のメインセッション。 明日は世界水の日世界的な水不足から水道料金の値上げまで今私たちが直面している課題とはというテーマで探求モードでお送りしていますスタジオには水ジャーナリストの橋本純二さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではここからですね、えー、身近な話題を取り上げたいと思います水道料金が値上げされるのはなぜ というわけで水道料金値上げですって、うんうん、水道料金はまずどういった仕組みで決まっているんですか、はい、あの水道がこう自分のうちの蛇口に来るまでのプロセス水源から水を確保したり、はい、それから浄水されたり、うん、それからそこで働いている人たちの人件費はい、はい、それからパイプですね水道管,水道管こういったものの付設の費用であったり、えー、そういったものが水道のコストとして 分子の上に来てますね、分数の分子の。うんうん、で、分母のところには、そこで水を使っている人たちの人数があるわけですね。はい、そうすると、コストをそこで水を使っている人の数で割ったものが水道料金というのが、これが主な、大まかな決め方ですね。うんうんうん なるほどそうした決め方で決まるということなんですけれども、えー、自治体によって水の料金って、違うみたいですねそうなんですよ、自治体でもですねこのコストのと多いところそれから人口の少ないところ、はい、これはずいぶんと水の値段が変わっていってしまいますね、えー、で一例を紹介しますね、えー、と現在、水道料金が安い事業体、はい、トップ3。うんうん あの、まず山梨県の藤川口小町。はい。えっと、20立方メートルの値段。まあ、20立方メートルですから、家庭用のお風呂だと100杯分。うん。2>, 2リットルのペットボトルだと1万本分の値段なんですけどもね。これが藤川口小町で835円。ほうん。えっと、兵庫県の阿古市853円。ほうん。安い。で、静岡県の長泉町、1120円。うん。こういったのが、 トップ3の安い自治体ですね。はい。リスナーの方もここにいらっしゃるかもしれませんけれども。はい。逆に高いところ。うんうん。さっき一番安かったの833円っていうのを覚えといて、835円っていうのを覚えておいてほ、はい、しいんですけども。はい、一番高いところがですね、北海道の夕張はい。6841円。わお。なんですね。高<え>、ねはい。で、青森県の深浦町。 八円<い>北海道の羅臼町が6360円と。<ー>これ八これ835円の藤川口小町と比べると、非常に大きな格差があるということになりますよね。うんうん、7倍、8倍みたいな世界。ですそうですね。これ年間にすると、同じ量を使っているのに、7万2000円の差があるということになります。うんうんはい これはですねやっぱりその水,道水源が遠かったり、はい、でその例えばこう離れたところまで水道管を敷設しているとか浄水場がたくさんあるとか、まあ、その割に人口がどんどん減っているとかそういうところでは水道料金が高くなっていってしまう、うん、逆に非常にきれいな水が豊富にある地域こういうところというのは、まあ、ほぼ手間をかけずにです、ねうん、水を送ることができるので 水道料金が安くなっていくと、いうことですね、はいはい。なるほど、そうした中でですね。浄水場で働いてますという方からメールです。はい、はい、えラジオネームシベリアンさんです。はい、こんばんは。浄水場で働いている三十四歳地方公務員です。水の問題というと、どうしても日本の水道の将来のことを考えてしまいます。水道の目的は、水道法第一条によると、正常にして。 えー、豊富、低廉な水の供給、つまりキャッチフレーズ的に言えば安全、たっぷり、安いです。このうち安全とたっぷりは近年の水源保全、えー、施設整備、水源開発のような技術的対策によってかなり良くなってきていると思います。残る安いですが、これは経営の問題です。 これから人口減少社会では確実に料金収入が減っていきます。それでも水道はライフラインであるだけに大幅な料金値上げが難しい。どうしても自利品な将来しか予想できませんというふうにメールをいただきました。なるほど。つまり、さっきの分母分子の関係でいうと、支える人の数が減っていくのだから、長期的には値上げしていくという道になっていくんじゃないかという話でしたよね。そ、はい、そうですねの、うん、のままこの 分母の減った部分を計算していくと、はい、あの、値上げの要因になりますし、うん、もう一つは、今、水道管が老朽化しています。はい、で、法定対応年数40年って言われてるんですけれども、まあ、40年で変えている自治体というのはなくてですね、えー、それをこう、まあ、多少古くなっていても、こう、ましだまし使っているような状況というのは現在の状況なんですね。うん、で、それをいずれは変えていかなくてはいけないので、それを変えるとなると、 この水道料金の改定というものが行われて、この4月もですね、はい、水道料金の値上げをする自治体が結構あります。はいはい、例えば大阪の水田市が10%の値上げ、うんうん、千葉県の君津市が16.2%の値上げ。 京都府の宇治市が14.4%の値上げ結構ですよね、1割以上上げるっていうそうですね、やっぱり老朽化を交換するとか、耐震化を進めるであるとかっていうものを理由にしてるんですねでもやんなくちゃいけないことですよね、使ってすねためには。短期的にはまず老朽化対策、しかしこれからも老朽化対策は続いていくので、それを支える人の割合が少なくなってくると、その分また増やす。 値上げすするる量ととといいうううのも増してくるということになりそうですねただ、これをいっぺんにあのこう変えていくというのは非常にこう難しくて、ですね本来変えなくちゃいけない水道管というのは3.8万キロあるって言われているんですね、大体地球1周分あると言われてるんですけれども、これをこうやっぱり長い時間かけてやっていくということで、100年ぐらいかかると、現在のペースいくと、うそうすると実は消滅してしまう自治体があるんじゃないか そのうちに。ということもあって、やっぱり人口減少の問題と、この水道のもん維持という問題は、非常にこう密接につながっているなと、思いますねそこで浦和垣労害さんからのメールです。水道料金の値上げについてですが、4月から始まる電力自由化のように、競争原理を働かせることは可能なのでしょうかと、うん。それは民間に どういうことですかね、水道民間委託、そし,そしてまあ、契約先も複数になるっていうような格好なんでしょうかね。うんえー、あの、民間委託というのは実際にはずいぶんとやられていまして、はい、で、あの、経営の効率化もずいぶん進んでいるんですね。うんうん、で、あの、水道に携わっている人の数が多いから減らすんだというような意見をたまに聞くんですけども、えー、実際にはですね、水道に携わっているその公務員の方、どんどんどん,どん減っていて、 この地方の小さな自治体の水道事業をやっているところだと2、3人でやっていたりです、ね、<う>してでその方たちは何をやっているかというとそのお客さんから電話を受けて水道管が壊れちゃったよということをこう電話を受けたらこう契約している民間企業に電話をして、はい、その民間の人たちが水道管を直しに行くというようなことをやっているのでこの水道のです、ね、民間連官民連携というものはかなり 進んでいるというのが現状だと思います。民間が今やってるのは、はい、そういった修理の部分だけですかそれと他にもいろいろやってるんですか例えば補修とか。そうですね。もろもろあの、民間がやってるのはですね、維持管理であるとか、はい、設計、建設であるとか、営業の部分ですとか。営業って何の営業ですかこれはあれですね、えっ、ー、と、水道料金の徴収とかですね、はあ、そういったことをやっているということですね。うんうん、で、あの、これをこう、だん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 ,だん増やしていこうと。 で現在は、その営業、それから設計、建設、維持管理みたいなことをやっているところはもうほとんどだと、うん、でさらにこれを踏み越えて、えーと、管理や経営計画のところまで民間にやっていくというのがですねうん、うん、今現在、議論としてあって、はい、でそういった時に、本当にそれがこう、 安全な水道、安全な水道というか、まあ、ずっとこう持続的な水道運営というものがそれでできるのだろうかと、でまあ、公はじゃあ何をするんだろうかと、そういうようなことがですね議論されているんですねそうした民営化論議というものがこれから、まあ、でもさっきの話ですと、メールの方々がくださってたイメージだと、競争原理が働くように複数の事業体がいて、うち、はい、の水は安いですよとか、うち、えー、の水はおいしいですよみたいな、はい、もしがうん、うん もしそういったところで競争できたらっていうところがあったと思うんですけど、そういう意味ではなくて、ある意味、効率化、分散化っていうのが、今のおっしゃった民営化のイメージですよね、はい、そうですね、民営化というよりも、うん、今現在はやっているのは民間委託で,、うんで、一部にある民営化の議論っていうのは、はい、この現在の水道事業の、まあ、経営計画であるとか、管理の部分、こういった部分も民間にやらせたら、 その民間の創意工夫によって、えーと、効率化ができるんじゃないかというようなことが言われているわけですね、ただ、その競争原理を働かせてっていうのが非常に難しいというのは、うん、やっぱりその地域というのは、一つの水道事業体がやっているわけですよね、はい、ですから、例えば電力のように、私はこの水道はの会社はあまり良くないと思いますから、違う水道の会社に変えますということが。 お客さんの側からするとできないと、うん、そうそう競争原理は基本的には働かないということになりますね、うん、その事業運営をしているところが自主的な努力によって、経営改善をしていくということで、スリム化を図ったりということはできますけれども、うん、その一般的に言われているような、 その競争をするから良くなっていくというのがなかなか難しいというのが現状ですね。うん、なるほど。発電とはまた違うわけですからね。うん、そうですね。それをその、例えば発送電分離みたいな仕方で、はい。あの、水道管と、それから浄水分けると言っても、えーうん、浄水事業でそんなに差が出るっていうわけではないだろうということになるわけですよね。はい、そうですね。うん。なるほど。さて、えー、この後はですね、政府の取り組みなどについて考えていきましょう。一旦お知らせです。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている、おぎうえちセッション22、今夜のメインセッション。明日は、世界水の日、世界的な水不足から水道料金の値上げまで、今私たちが直面している課題とはというテーマで探究モードでお送りしています。スタジオには、水ジャーナリストの橋本淳二さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メールいただきました。ラジオネーム、まー、あ、さんです。 水資源の土地を外資が買いあさっていると言われていますが、大丈夫なのでしょうか、うん、よく聞く話がありますけど、はい、これはどうなんでしょうか、はい、あの実際に外資が土地購入、森林を購入というのは、非常に多い面積がですね、あの買っているんですけれども、それが水資源目的かどうかというのは、今のところ推測というかです、ね、わ、うん、からない部分が多いんですね、うんうん、それがまあリゾート目的であったり、はい、木材を買いたいか。 そういったことがですね、まあ、目的についてはまだ不明ということですね。うんうん、まい一つ考えられるのはその水っていうのは非常に運搬のコストがかかるんですよ。へーへーですからここで日本でですねいい水が出るからといってその運んでいくとなるとそこにコストが発生するから、うんうん、その商売として成り立つのかなっていう部分もありますし。はいはい、逆にその 日本の水を使って何かを済むのであれば、日本に工場を建てて、そこで製品化して海外に持っていった方が、その、いいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね。えー、まあその場合だったら日本で雇用を生むしかないということになるので、はい、外資だからといって、うんぬんって話には別にならないわけですよね。 何か例えば、そこの上流の部分で水の水源をまあ買っておくことによって、日本国内に対して、例えば水というものを高く売ろうとしてるんじゃないかみたいな、多分そういった疑義みたいなものが出ていて、こういったリアリティになっているの気がするんですけど、そこはいかがです分これ地下水というものが目に見えないというところが、これの一番大きなポイントだと思うんですね。で実際にはコンンピュューータシミュレーシミレョンや その衛星データ、土壌データなどによって、はい、地下生脈の流れというものの見えるかうん、うん、これが随分と進んでますそうすると、どこの地域の水というのはどこから流れてきて、どのぐらいの水があるのかとか、うん、あとは雨の影響をどのぐらい受けて、どのぐらいの雨で回復していくのかうん、うん、そういったことのが分かってきてますから、うんうん、そういったことが分かることによって、次のタイミングでは誰がどれぐらい使っているのかと。 いうことが分かると、うん、その使う量というのもです、ね、むやみに使ってはいけないというわけではなくて、はい、回復する部分,分だけ使うというか、ですね、うん、そういう持続的な使い方というのが次に出てくる知恵で、そういったものが来れば、まあ、その例えば自治体がそんな地下水マネジメントを行うことによって、はいえと、その水を使ってもらってもいいんじゃないかということになりますね。うんうんうん まあ、とにかく日本の水の状況をしっかり定量的に把握するっていうことがより進むっていうのは大前提で必要なことになりますね。そうですね。うん。そのあたり、やっぱりその企業や各行政の役割も重要なんですけれども、うん、何と言っても、えー、国の対策というの必要になってきますよね。うん、というわけで次のテーマはこんなテーマです。政府による対策はどうなっているのか。えー、この水問題について日本政府、そもそもどんな対策、橋本さん、行っているんですか このですね、水問題がなかなか対策しにくいと言われているのは、うん、実は、このいろんな課題がですね、省庁にまたがっているというところがありまして、はい、例えば水質の問題は環境省とか、はい、あと水資源や川のことは国土交通省がやっている、水道は厚生労働省、<ー>農業用水は農林水産省、<ー>などなどですね、はい、こういろんなところにこう分かれているというのがこう、うん 現状です。うんうん、そうすると、まあ、今まではこれでうまくいってた部分があるんですけれども、いろいろとこう、例えば地下水はどうなっているのかなとか、うん、こう、気候が変わったことによって、川がどういう影響を受けるだろうかとか、うん、そういったものって、多分や多行政にまたがっていることが増えてきたんですね。ええ、そうすると、まあ、水の課題というものを、現状のような形ではなくて、まあ、一本化して考えるような、 チームが必要になってくるだろうと。いうことで、えー、まあ、水循環基本法というのはですね、2014年の3月に制定されています。はい。はい、つい最近ですね。そうですね。うん、で、これは水は国民共有の貴重な財産であるということが定められてまして、うん、で、政府は水循環基本計画というものを定めて、5年ごとに見直していこうじゃないかという動きになっています、うん。はい。はいその やっぱり、最近の法律のね、あの、うん、特徴なんですけれども、はい、行動計画に結構委ねるっていうような法律の作り方をする。すねえー、結構大事な作り方でもあるんだけど、はい、その計画がちゃんとなってるのかどうかというのはどうですか、うん、あの、やっぱりですね、いくつかの柱っていうものは出てきているんですけれども、はい、その、例えば水環境の保全や回復であるとか、地下水をマネージメントすると。 言ったことがこう明記されてはいるんですけども、うん、その活動主体として、現時点では、この流域でやりなさいということが言われてるんですね。はあはあ、流域というのは、その降った雨がこう集まってきて、一つの川にこう修練されていくという大きな過程な、はい、はい わけですね、はい、ここの部分というのは、実は県境を越えているところも結構あると。でしょうね。そうすると、その流域で何かをやるときに、それはどういう人がどう何をやるのというところで、まだ今一つこつ明確なものが出てきていないと。うんで 本来であれば、今年度末までに、まあ、モデル地域を設定して、はい、そこでの取り組みっていうものを共有して、次の段階に行こうというところだったんですけども、はい、それが今のところまだ遅れているというような状況ですね。うん、なるほど。つまり、なんとなく、その水についての役割、えー、政府として果たさなきゃいけないということで法律は作ったんだけれども、はい。それで何の課題解決をするのかっていうところまでは、まだまだイメージがつけていないということですかそうですね。あの、うん、具体的な、やっぱり水循環基本法っていうのは、 理念法というか、えー、水についての憲法だというようなことを言われていて、うん、まあ悪い方をすれば玉虫色だというようなことも言われているんですね。実効性がないと、まあ。職域基本法とかもね、割と雑な法律ですよね。<laughs> 結構大事なところの基本法を <laughs>、はい、あの雑に作るっていうのは最近のトレンドなんですかね。おそらく その合意しにくい部分もあって、いろんな人が集まって作りますから、はい、合意しやすいものが法律になってしまうと、うん、そうそうそれにはあまり効力が生まないということがあって、まあ、理念法という言葉はいいですけれども、うんで、その理念法の下に具体法が必要になってくるわけですね、おそらく先ほどの、えー、と水道法、水道がこれからどういう経営形態がいいんだろうか。えー えー、そういう時に水道法というものを改正していかなくてはいけないだろうし、うん、人口減少という、初めて迎えている中での水道なんですよね、今までこの水道っていうのは、拡張計画しかなかったんですね、自治体の水道の計画を見ると、それはどん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 人口も増えていったから、そういう中で水道の経営っていうのは非常にやりやすかった、うん、単純に言えばお客さんがどんどん増えていくから、これからどんどんお客さんが減っていくという中で、 どういう計画が必要なのか。ある意味、その水道化を畳むっていうこともそうですね。わけですね。うん、そうすると、一番重要なのは街づくりだと、僕は考えていて、うんうん、あの、結局、インフラありきで街があるわけではなくて、街をどういうふうにするかというものがあって、どこを畳んで、どこは残すというような選択肢が生まれてくるので、うんうん、まず街づくりの基本のビジョンがないと、水道インフラどういうふうにしていくかっていうことが、それぞれの水道事業者も、 考えにくい,いコンパクトにするのか、ええ、それともまあそれぞれが今住んでいるものを維持するために、多少高くてもインフラを維持するという方向に行くのかとか、そうですねいろいろな仕方だということになるわけですよね。はいうん、これあの え先ほど民営化の話も出てきた中で、ツイッターで高熊さんね、はい、えもし本当に民営化したら、効率化の名目のもとに、需要の低い地域に対してコスト負担をより増やしていく、いわば水差別が進んでいくんじゃないかということを懸念しますというふうにあるんですけれども、まず前提として民営化する前から、今は水に関する格差というのは、 元々もともと大きいわけですね。はい、7倍近くあるというですね。ありますね。えー、で、民営化によってそれが拡大するかどうかというのは、ちょっと民営化のイメージがどういうものなのかが、えー、あの、人によって多分違うと思うんですね。えー、競争原理が働きやすいような分野ではなかなかないかなという感じがするんですけど、はい、ただ、その、 課題は民営化しようがおそらく残るだろうということは言えそうですよね。これは民がやっても、公がやっても、同じように、この水道事業をいかに畳んでいくかということを考えない限り、コストだけは残っていって、人はどんどん減っていくということになりますから、値上げは普通の今の分母、分数の計算をしたらば、値上げは必須。 この辺りで例えば、あのー、まあ、えっと、水道管の技術が向上して、はい、え点検であるとか、その保線というものを行う、そのスパンがね、より長くなると。つまり長く使えるから、はい、あの、 もうコストがね、ちょっと分散されて、30年で次に変えるっていう計算だと、100年単位で分散するから、より、えー、安くなりますよとか、はい、そうしたことに期待はできないんですかえともちろんこれず、期待できますね、あ期待水道管の寿命っていうのはどんどん長くなってます技術革新ですよ、ねはい、で一部で、そのこれ以上値上げをしないようにしたらどうしたらいいのかっていうのに、今、図られてるのは広域化です。 広域かはい。水道事業って一つの市、自治体で行っていたものを、例えば隣接している五つぐらいの市で行うようにしようと。おー、なるほど。そうすると、えっ、ー、と、まあ、要するに管理機能は一つに集約されると。うんうん、それから、浄水場の数というものも、人口がこう、減ってきて水が余っていますから、例えば、それぞれ五つ持っていたとしたらば、 それを2つずつでいいじゃないかというようなことをしていくと、その浄水場もシュリンクされていくということですね、うんうん、効率化していくということですよね。はい、そういったこの規模によって、効率化を図っていくということが今やられています、ただそれでも、実は水道、公共サービスの網から出てしまう人たちが今後出てくるんじゃないかと。うんうん えー、その出てしまうという,う,いうことですか、その水道のサービスが受けられない地域というのが今後、出てくるだろうとえ水飲めないんですかえと、そういうところは代替手段ですね、厚生労働省が出している新水道ビジョンというものを見るとその、例えばその水道インフラをもうこれ以上更新できない地域というものが、例えば山の向こうにある小さな集落には、もう水道管が。うんうん 届けないことができないんだと。はいはい、そこのためだけに水道管を更新することができないんだと。うん、そういうところはどうするかということで、例えば給水車で水を運ぶんだとか、とかそういったことがこうビジョンの中でこう歌われているわけですね。はいはい、そういう地域というのはもう,こう今までの水道のイメージとは違って、自立型の水道システムに切り替えていく。うん、で、一部にはもうすでにそういうことをやっている地域が出てきていて、うん 市民が自主管理する水道っていうものが生まれてきていたり、非常に小規模分散型のエネルギーも少なくて維持管理もしやすいような、うんうん、一番最初に申し上げた、途上国で使われているのと同じソリューション。そういったことが国内でも必要な地域が出てきたということですね。うん、ただそれによって、水道の質と、えっ、ー、と、低下っていうものは維持できるということなんですよね。うん、なるほど。 これから安定供給をしていくためには、ここ数十年間のモデルからやっぱり切り替えていかなきゃいけない場面,、はい、場面が日本でもただ出てくるということになるわけですね。そうです。